どうもこんにちは、ウィンワーズチャンネルの中古車紹介です。今日はですね、インポートからすごい飛び切りの1台をですね、紹介したいと思います。 YouTube でね、検索してもなかなか出てきません。これをね、ゆっくり紹介してくるマスだけじゃないかなと思いますので、はい、そうです、これがですね、フランスのルノルーテ車です。 RS の、なんとそこから先が長いです。 F1 チームリミテッドエディションになります。すごいですね、 F1 チームという名前がついているだけで すね、すごいですよね。ルノーの F1 チームがですね、日本の F1 に参戦した記念すべきモデルになっております。はい、今回ちょっとね、ちょこちょこっと改造もしているんで、すごい面白い車だと思います。左ハンドマニュアルですからね。なのでまずね、初っ端驚きの金額いきたいと思います。さあ、いくらだと思いますか。これ気になりますね。こちらです。はい、こちらになっております。支払い総額99万8000円。中身がどんななのかっていうのすごい気になるんで、走りのね、ルーテシアと言われてますんで、はい、ぜひね、ちょっとじっくりと見てみたいと思いますんで、最後までご視聴の上、チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。さあ、行きましょう。これはい、早速行きましょう。こちらがですね、メーカーがルノーですね、社名がルーテシア、はい、グレードがですね、 RS の F1 チームリミテッドエディションになります。はい、年式がですね、平成16年の7月登録、2004年式の車になります。はい、車検がですね、今年の令和6年の7月まで残っております。走行距離がですね、8万3000キロ。はい、修復はない車ですね。色がですね、アイスバーグシルバーメタリックです。アイスバーグですね、アイスバーグシルバーメタリックになっております。一応ですね、ノーマルじゃなくてですね、ちょっと結構変更があります。はい、プロドライブの15インチアルミホイールですね。はい、でノニっていうんですかね、ノニサスペンションが入っております。車高調ですかね。はい、で純正オプションマフラー、これチタンなんですよね。純正オプション、これチタンマフラーが入ってるんですよね。これね、これルノーって入ってますね。かっこいいね。で車外のミラー、 GT ミラー入ってますね、あれね。で車外のヘッドライト、ヘッドライトもね、交換しております。でエスパルコのステアリングで、ドライブレコーダーと、CD と Bluetooth が入ったオーディオが入っております。はい、一応ねこんな感じです。見た目はね、全然やっぱハッチバックの5人乗りです。サイズ感的にはそうですね、なんかマーチとかね、まあ、シビック、そこら辺に似たような感じですよね。フロント周りのね、顔がまた特徴ですよね、これね。ヘッドライトはね、車外のヘッドライトに変えてますんで、これね、これもまたちょっとかっこいいんですよね。はい、で一応フロントルノーのマークがありで、ちょっとね、フロント側の結構飛び石とかの塗装飛びが結構多いです、うん、リップ周りとかはすごい綺麗なんですけどね。ここね、一応ゴムっていうかね、これ全然傷がつかないやつですね。ここら辺のね、小傷が結構ありますね。小傷とか飛び石ね、うん、ヘッドライトも綺麗だし、クリアで綺麗ですし、ボンネットも、ボンネットには飛び石が飛んでないんだよね。綺麗です、いいと思います。ツヤとかのね、クリアハゲもなく、状態は悪くないんじゃないかな。はい、これ左のホイールです。はい、一応これ車外のホイールなんですけれども、15インチ、ガリ傷ないですね。ガリ傷はないと思います。アルミホイールで、ダンロップのタイヤを履いております。アルマン ML704 ってやつですね。これロードスターに入ってたやつだな。はい、で一応サイズがですね、 195/50R15 入っております。車高調じゃないの、これサスペンションですね、これね。はい、さっき車高調って言っちゃいましたけどね、車高調じゃないですね。はい、でキャリパーがある感じですね。タイヤの溝は今のところ結構残ってるように見えつつも、ゴム山でしょうかね、うん、ひび割れもなく、タイヤ状態は悪くないですね。まあ、こういったところ、ちょいちょい塗装のね、ひび割れと、こうちょっとしたすれっていうのがあるけど、フェンダーもそこそこ綺麗でいいんじゃないでしょうか。はい、一応ね、これ
ポイントここにねモールがワーンとあるんですよね、シルバーの。はい、で2リッターの16バルブっていうやつでしょうね、これね多分ね。はい、でサイドステップ、サイドステップちょっとこういうところにね傷がございます。この辺モールも、まあでもドアからクォーターにかけても綺麗ですよね。下回りもちょっと見てみようかな。下回りジャッキポイント綺麗だね、全然綺麗じゃないですか、めちゃめちゃいいんじゃないですかね。でこれを向こうから見て、この GT ミラー、はい、もう完全手動式ですね。はい、こんな感じで色もねちょっとブルー入ってます。はい、で一応フロントガラスとかの飛び石を、一応これフィルム貼ってあるのかな内側から。うん、こんな感じでフィルムが貼ってありそうで、フロントガラスめっちゃ綺麗ですね。飛び石が飛んでない、大丈夫です。ルーフもめっちゃ綺麗ですね。特に本当に塗装のやりだ、あのなんだ、一番日に当たるところなんで、あのクリアとかがね薄くなってくるんですけど大丈夫です、綺麗ですね。はい、左の後ろのホイールでございます。こちらもガリ傷ないですね。タイヤも同じで 19550R15 です。タイヤの水はこっちはね結構残ってんだよね、七分山です。で一応ここに傷発見、ちょっとここに傷がありますね、リアの左の後ろバンパーですかね。はい、こちら後ろ側の、はい、ルーテシアで、ルーテシアでいうとあのスポールね、スポールの V6 っていうのはもうがっつりこの形状からこう、オーバーフェンダーがガーンと付いてね、めちゃめちゃかっこいい、金額もね倍以上する車がありますけど、ミッドシップのエンジンでね、それとはちょっと違ってこうおとなしめですよね。でもこの車の、まあ、特別限定車としての、特別仕様、これリアスポイラー、これがね一つ の限定車のスポイラーになっております。ハウマウントストップランプがついてちょルーテシアがありますね。でルノースポーツで、一応これがですね、見てください、ルノーのチタンマフラーでございます。これがまたいい音するんだよ、すごいなんかね乾いた感じのねいい音するんですよ、独特な。はい、ちょっと聞いてみましょうか。ですか、もうめちゃめちゃやる気になるような音ですよね、これね、これね、すごいいい音するんですよ。後でね、ちょっと走行十分にね楽しみたいと思います。はい、一応ねこれねリアハッチが、ハッチバックなんでリアハッチなんですけど、これどうやって開けるかというと、これ見てください、ルノーの真ん中がねボタンになってるんですね。これをね、これをポチッと押すと開きますと。はい、これがねリアスペースになっております。はい、ちょっとこれねコニってやつですかねの、ダンパーを調整するのがここにドーンと見えますね。はい、何気にスペースはやっぱり狭くはないです、結構な空間を確保できているんじゃないかなと思います。はい、で一応この下には一応スペアタイヤが入っております。これもアルミホイール入ってるね、
テンパーじゃなくて、なかなかですね、はい、修復もないし状態は悪くないですよね。でこれも一応バイザーとかは外れますんで、はい、何気にねシートをね倒した状態でも、はい、何気にねシートをね前に倒してもこれがねいっぱいみたいな感じですね。はい、今のところこれぐらいしか倒れませんでした。はい、なんかシートを外すのは簡単そうですね。ガバってすぐ外れそうです。なので後ろに乗らないでこれ全部スペースにしたいなって場合は外しちゃえば、背もたれ外しちゃえばいいかもしれないですね。はい、こんな感じになっております。はい、一応これリアワイパーですね。一応リアもねスモークが入ってますよね。こんな感じでねスモークが入っております。はい、じゃあこの右側、一応これガソリンはねこんな感じ、一応これに鍵はありません。ここに鍵がついてるんですよね。この蓋にはですねロックがかかりませんので、右の後ろのホイールです。これもガリ傷ないですね、綺麗ですね。はい、右の側面クォーターもいいし、ドアもちょっとここに飛び石がありますね、塗装飛びが。でも綺麗でしょ、綺麗ですよね、めちゃめちゃ。あのシルバーとかだと塗ってる箇所があるとすぐね色の違いとか、ここら辺がちょっと色の違いがあるかもしれないな。まあでもこんな感じじゃないかな。でこれ右の前です。ちょっとね吸ってるガリが右の前だけありますね。うん、で一応ね、内装を見てみましょう。ダーンとこっち側開くとですねお気づきだと思いますが、これね左半なんです。はい、ちょっと、ね、向こう行きましょう。はい、左半のマニュアルでございます。理想な感じのスポーツカーですよね。でドアがね一応結構やっぱりドアの横幅が長いですよね。重量感は結構あります。はい、でちょスイッチ類はねもうほんとコンパクトにこれだけです。ウィンドウとミラーの調整になってる、調整これもあの固定式なんで全然効かないですけどね。はい、でポッケがあって、ちょ内装座ってみましょう。はい、こちらがですね運転席になります。はい、まずねスパルコのステアリング入っておりますね。革でねなかなかねいいんですけれども、ちょっとここの部分がほつれてきているかなというのはあります。あと他はねすごいしっかりしてます。バッチリです。すごいハンドルじゃないかな。はい、でこちらがねスピードメーターです。はい、左がタコメーターですね。7200回転かな、400回転かな。はい、で右がスピードメーター、一応これはキロメーターで240キロを刻んでおりますね。でセンターにはガソリンと水温で、一応案内のインジゲーターがありますね。でこちらはですねワイパーです。
ワイパーでウインカーになってますね。ウインカーとライト、はい、でここにはですね、ETC があり、トラクションコントロールかな、これも、この特別使用者のオプションみたいなものですね。特別使用者の仕様になっております。で一応こちらがですね、オーディオがね、カロッツエリアの CD コンポで、エアコンパネルと、こちらがマニュアルの5速マニュアルの5速なんですけど、これがね、要は1,2,3,4,5 なんだけど、バックがね、左の前なんです。でこれはこのレバーがあるんですよね。レバーを上げてからじゃないと入りませんよと。これ外れかかってますけど、これがね見えますね、うん、はい、こんな感じですね。はい、で一応ここはねちょっとね革になってて違うのついてるんですよね、うん、こんな感じです。でこれがね、このエンブレムはこの F1 の特別限定仕様のエンブレムになっております。はい、すごいね。一応シートはね、シートは見てもらって、一応あの革とハーフレザーなんですよね。はい、でルノースポーツって言って、ここがねスウェード調になってて、刺繍がしてあります。ちゃんと刺繍が、ここら辺はね高級ですよね。何気にそこら辺はねちゃんと忘れてないかなと。ここら辺も革使ってるしね、こういうのもね、ブーツもいいんじゃないでしょうか。でここにはね、あの、この前のオーナーが結構オーディオにこだわったのかな。一応スピーカーがね、こう1個2個ついてるんだね。これもスピーカーだと思うんですよね。でツイーターがついて、でドアについてでしょ。で後ろにもありますんで、1,2,3,4,5 10way スピーカーになってますね。でさらになぜか、これドライブレコーダーなんですけど、ドライブレコーダー ×2 でございますドライブレコーダーがね、しかもこれが電源になってるんで、これが電源になってるんですよね。なので1個外したら1個消えちゃうよっていう仕様になってるんだよね。どういうことって感じですけど、まあ一応こういったところもちゃんとね、こういったところもこういう鏡がついてますね。電気がつかないね。はい、で一応5人乗りなんで、後ろも、こういうぐらいでね、ちゃんとした革とね、前と同じように革とスウェードのコラボレーションのシートになっています。シートの状態も悪くないですよね。後ろのスペースも広いし、はい、ちょっと乗ってみようかな。ちょっとね、後ろ前から見た時広いかなと思ったけど、結構ね座面が高いんで、上に関しての上限がねちょっと狭いな。上がちょっと狭いですね。またこの、あのこいつが邪魔してるんで、これを上げないと、上げたらちゃんとこう背中がねピタッとつくんでいいんですけど、ちょっと背の大きい人が乗るとね、ちょっと高さが狭いんじゃないかというね感覚になりますね。一応窓はもう全固定です。全固定で、ちょっとドリンクホルダーがあるだけですね。一応これ、あ、でこれは一応もう一体か、2分割の、3分の2と3分の1ですもんね。これしかないですね。やっぱオーディオにこだわってんだね、なんかね。しかもこの助手席にカロッツエリアのスピーカーもあった。すごいです。はい、あとね、これホーンなんですよ。これ車外、これが鳴らなくて、これがホーンのスイッチで、これを押すと、こんな感じです。なんかフランスっぽいっすよね。はい。じゃあね、ボンネット行こう。さあ、注目のですね、心臓部行きましょう、心臓部。はい、こちらがですね、ルノーのエンジン、RS のエンジンになります。エンジンがね、F4 というね、エンジンで 2000cc ですね。直列4気筒の DOHC16 バルブのエンジンになっております。カタログスペック上はですね、馬力が169馬力、6250回転時ですね。トルクが 20.4 5400回転時、車重は 1100kg、 1トンちょっとですね。はい、一応サイズ的にはですね、全長が3810、だいぶ短いですよね。で横幅が1670、横幅結構すごい抑えてるよね。
高さが1410の車になっております。はい、一応これルノースポーツっていうね、ここら辺がねインテークがいいよね、ここら辺がね。でこれはちょっと車外のつけてんじゃないかな、車外 でバッテリーも新しいのに変えてそうですし、修復はもちろんない車です。だこういった車はね、故障した時が問題ですよね。今はね調子よくてガンガンいいんですけど、故障した時がルノーがどんなですねサポートをしてくれるかにかかってるんじゃないかな。こういったねプランコードもきちっと変えてますよね、イグニッションコイルとか、うん、なので前の方もきっちりね整備してたんじゃないかなという系のというね雰囲気はね漂わせておりますが、一応これがね車外のライト、ライトつけるとどんな感じか見てみましょう、ね、バチッとついておりますね。でフォグランプがついて、こんな感じですね。シルバーかっこいいよね、やっぱりシルバー悪くないね。シルバーつってもいろんなシルバーがあるんだけど、ちょっとブルーかかったシルバーですよね。一応このベンツとかだと結構ね、ブルーが入ってないようなやつになるんですけど、ちょっとブルーっていうかな、なんていうかな、深いちょっと、グリーンみたいなブルーみたいなのが入った色なんじゃないかなと。はい、どうも今回ですね、こちらのねルーテシア、F1 チームリミテッドエディションめちゃくちゃ良かった、ちょっとねスポーツ走行が走る方が好きな方だったらめちゃめちゃハマりますよ。ほーね、一応16年式の83,000km 修復なしで、まあ、貴重な車だと思います。今カーセンサーに、ね、乗ってないと思うんで、だからもうぜひね、興味ある方はインポッテまで来てほしい。まあ小入れ的なね、思いはですね、正直車検が切れるんで、まあ、車検取って込み100万以内にしてくれよっていう感じですよね、正直じゃないと遊べないもんなっていうのはちょっと正直なところあるんですけど、あとはですねもう一度実際見てもらって、交渉していただければと思います。まあ多分無理でしょうけど、まあね交渉ができるんであればいいんじゃないかなと。ね、絶対いいです、めちゃめちゃね乗った感じがもうマジ、まあ、とにかく左ハンドマニュアルっていうだけでちょっとねステータス感が上がります。はい、でフランスの車ですからね、ちょっと長いな。はい、どうも今回ですねこちらのルーテシア RS F1 チームですね、リミテッドエディション、まあすごい、まあ、一応ね、左ハンドマニュアルということもあって2リッターの、ね、ノンターボですけど、めちゃめちゃいい音するし走りはねちょっとね独特です。なので、ちょっとね今最新の車とは違ったもう昔のロールを生かした感じのですね、もろ往年の車、ルノーの車を、ね、味わえると思います。なのでちょっと車好きの方にはたまらない車じゃないかなと思いますんで、今回ね YouTube もねこの1台しかないと思いますんで、ぜひ、まあ、希望願い的にはねもう車検も切れるんで車検取ってもうくるめてやってよっていう気がするんですけど、まあ、あとはね高見店長次第ですので、皆さん注目すべき車だと思います。気になる方はぜひインポッテまでお問い合わせください。よろしくお願いします。これめちゃくちゃいい、欲しいと思いますもんこれ。